これで1着順落ちるのはちょっと怖いですけど、親株ってね、津田さんが上がるよりはマシですからね、はるかに。そうですね。着順落ちるは天殺丸は。うん、さあ、オーラス。これ、大井さんは、補充さえしなければ。まあ、基本的には大丈夫ですけど、津田さんがひたすら積もりまくるとやばいですけどね。その場合、鈴木さんの方がちょっと下になるんじゃないですか。20ポイント差か、今のところそうですけど、ただまあ、一上がりで終わっちゃいますよね、鈴木さんの。もし仮に津田さんが2人とも幕位置まで行った場合に。その後で、ゆうさんが、満貫って言ってなかったら。満貫もいらないんじゃないかな。うん。そうですね。1000、2000とか。もうその時点だと5本馬とかになってるんで、多分。もう、ごっととかで終わっちゃうかもしれない。20ポイント差っすよね、もともと。25.7 25.7 です。なんで、1着順差だと 5.7 までしか耐えれないんで。そうか、そうですね。まあ、そうこう言ってるうちになんか見てないと終わっちゃうかもしれない。大井さんが割と軽い。はい。オーラスです。ドラーリャンは。軽いけど、津田さん、いいシャンテンか。まあ、一応で安品ですよね。うん。まあ、良品ですよね。考えてますね。打点を作りに行くかどうか。おお。馬強中ですね。うん。二人の繰り出しでちょっと良品が良さそうだからってことですよね、これ。鈴木さん、チートイーシャンテン。そして大井さんがチーワンから行きました。行きましたね。もう、二人がかりで、プロフェッショナル二人で。潰しに。いや、これは津田さん厳しい。これは厳しい。いや、もう。いや、これはさすがに。C1 もう一回切って泣いてくれるはあんまないけど、ただまだ何も絞れないんでね。自敗しか切ってないです。はい。一応いいシャンテンですね。C1 か3ってた。ローマンだ。うん。まあ、パワー1。リャンピン、リャンピン。さすがにリャンパーワンのベタン系だから。うん。まあ、チーワン逃げですけどね。でも、テンパってリーチって言ってしまえば、もう一曲あるだろうぐらいには思ってそうですからね。リュウさんのチーソンもチートってだったら出るかもな。まあ、リャンゾー。じゃない。リャンゾー。1秒でも早くリーチって言いたいですね。チーソーがすぐ出れば、もっと。スース泣かなかったんで、チーソーも泣かせる目的で切らないですからね。なかなかそうですね。特にタンヤオなんで。タンヤオじゃなかったらペンチーソー、カンチーソー両方あるんで結構泣かしやすいんですけどね。はい、メンタンピン、イーペイ、このイーシャンテン。はい、とりあえずパワー1ですね。とりあえずパワー1じゃないですか。チーマン握れですからね。ローワンから起動を考えてる多分、危険杯。ローマンから。まあ、パーワンかローワンしかさすがにないと思いますが。基準で3色とか渡れるかな。でも、チーピン、パーピンの重なりがだいぶ偉いんでね、パーワン切ると思うんですけどね。あ、ローマンからだ。もう、形決めた。チーマンが逃げなんで。これでもチーピン、パーピン重なりは普通に嬉しいか。完全に中瀬に行ってますね。ってますが、3番はまあ、急所になりうる2枚切れ度入ってる感じですか。あんまチート率のいいシャンテンって、親切とか来た時に種類少なくて受けにくいですもんね。まあ、あんまり、しかもテンパりそうな感じでもなかったんで。で、ウーピンを切ってみる。あ、これは、わかりやすく、これは、ウーパーピンチーしてスーピン切るやつだ。わかりやすくする方ですね。普段と逆の。間違い、リャンウーピンですよっていう。いや、まだくっつけないです。しばらくくっつけなかったですよ。あれ、普段は逆ですけどね。はい。はい。これは、はい、次は終わります。終わります。はい。しばらくくっつけなかったです。はい、ゲームセット。はい。これは、今のはね。はい。パチパチパチ。いや、まあでも最後は、ね、さすがでしたね。はい。そしてなんと、今の1000点を上がったことにより、大井さんがトータルトップ。なんと今の1000点上がんなくてもトップでしたね。はい、10回戦終了いたしました。トップは津田、2着は大井、3着小室、4着鈴木です。小室は5連続3着じゃないですか。もしかして。いや、もう小室はもう途中からもう条件があるんでしょうがないんですよ。あれはもう別の話なんでね。